Hello there! 始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、第244回 TOEIC L&R 公開テストを先ほど受けてきたので、感想を述べたいかなと思います。まずは受験された皆様お疲れ様でした。で、それぞれのパートごとの感想を述べていくんですけども、皆さん受けているフォームはもしかしたら違うかもしれませんので、TOEIC っていうのは複数のフォームがあるので、同じ問題とは限りません。なので僕とは違う問題の方もいるとは思うんですが、自分の受けたフォームの感想を言っていきたいと思います。まずは、Part 1ですね。Part 1はまあ優しかったかなと思います。今回は特に難しい表現は出てこなかったかなと思いますね。まあ、引っ掛けも、いわゆる進行形の受け身とか、まあおなじみのものでしたね。なんで、基礎力がある人にとっては簡単かなっていうのが、印象でした。まあ消去法を使ってやればきちんと答え出るんだろうなっていうですね、問題でした。そしてパート2ですね。ここが、最も難しかったですね。今回、まあパート2自体はレベルが上がってるんですけども、これどっちが答えだっていうのが3問もあったので、自分自身ですね。で、さらには、新ナレーターですね。新しいイギリス人のナレーターがですね、聞き取りにくい。なんて言ってるかよくわからないですね。ボソボソ喋るんで、非常に困ったなと思います。で、オーストラリア人も最近変わったので、その新ナレーター同士が喋ってる時は結構きつかったですね。それはパート3にも言えました。パート3でも、これ難しいなと思いながら、その人が喋る時はもう集中しないとやばいなっていうね、状況になってました。で、パート4でもその新ナレーターの人ですね、喋っていたので、かなりきつかったなという印象です。なので、パート3と4は、そこまで難しくはないですね。普段そうなんですけど、今回はちょっと聞きづらかったので一人ですね。かなり大変でした。続いてリーディングセクションに行きますね。パート5ですね。語彙問題と言われるですね、単語の意味とか使い方を知らなきゃいけない問題ですね。これがかなりレベルが高かったと思いますね。いつもより難しい問題が多めだった印象です。パート6ですね。パート6はまあ普通かなという意味です、ね。いうような感じだと思いますね。きちんと文章入問題ですね。そこを取れるたかどうかっていうのがやっぱポイントですね。やっぱ文脈で答えを出すっていう問題に、レベルが高くない人ですねっていうのは引っかかっちゃうなって印象でした。こういう問題もきちんと文脈が分かってないと、解けないとか、文章入問題もきちんと文脈が分かってないと解けないっていう問題が多かったと思いますね。あとはやっぱりこの文章入にはね、きちんと消去法を使うっていうのも重要だったと思います。続いてパート7ですね。まあ量が多くて、やっぱり大変だと思いますね。まあ自分はやや難としておきますけども、いつもと比べればそこまでって感じでしたが、まあ一つ分かんなかったですね。結局どっちが正解なの、まあおそらくこっちだろうけど、こっちだって正解になれるでしょうっていう問題がありましたね。で、やっぱ場面が浮かばない人にはかなり厳しい。さらに序盤から難しい問題が出てくるっていうのが最近のパート7の傾向ですね。昔はパート7ってこの読解のやつですけど、最初は結構優しめの読解問題があって、で、シングルパッセージの最後にかなりきついのが出てくるっていう印象だったんですが、今回はもうやっぱり今回も、序盤からかなり難しい。あ、この表現知らないだろうなとか、この場面知らないだろうな、普通の受験者はっていうのがドドッと出てきましたね。で、パートの後ろの、パート7の後ろの方にはマルティプルパッセージしていて、ダブルパッセージ、トリプルパッセージがあるんですけども、長かったですね。読む分量が結構あったんで、これは大変かなと思います。まあ自分自身時計のある部屋じゃなかったんで、何分余ったのかわからない。まあ結構余ったんで、解き直しはできたんですけども、一般の受験生にはかなり大変だったんではないかなというのが今回の印象です。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.